今回はンウォニョのまぶたを考察していきたいいきと思います。印象的に可愛らしい感じの印象が強くて、まあ、ドーリーフェイスっていう感じなんですけどその理由がまあ明確にあるので、えー、参考にしてみてください。また整形のご相談に関しては下の概要欄から送っていただければと思いますのでよろしくお願いします。ではイラストから見ていただければと思います。えー、上の方でですすね、えー。これイメージなんですが、 まあ、特徴的なのは幅広の二重であるということですね。でウォニョンさんの特徴として縦の比率と横の比率これを考えると縦のイメージが若干やや強いのかなと思います。で今言った幅広そして黒目の開きが良いそして縦の、えー、比率がい。えー 強いというので3点揃っているのでより縦のですね印象が強いなので人形のような感じの目に見えてくるとで一方でアーモンドアイと呼ばれるような例えば切れ長の目の方小松菜奈さんとか民ュさんとかそういった方っていうのは逆に横の印象が強いんですね。 それはまあ猫目とか言われたりしますけれども、縦よりも横の比率が大きいということになります。この違いがあります。じゃあ目尻角度どうかということですが、目尻角度については目頭の起点から目尻、これを結んであげる。そして角度を測ってみると、だいたい9度から10度ぐらいになっています。平均が10度ぐらいなので、やや、 垂れ目か、まあ平均的かっていう感じですね。で今度二重ライン見ていきます。二重ラインは実は毛古ひだ若干あります。で末広型、いわゆるまあインアウトラインっぽい感じ。なんだけど、まあ幅広っていう感じですね。なので、目頭の部分は二重ラインがそんなに見えてないけれども。目尻インクにつれて幅がこう広くなっていくっていうのが。えー、まあ印象というか特徴になってます。 目と目のパーツの配置はどうかっていうことで目と目の間の距離を測ってみるとこれは、えー、34ミリ3 4三 m 3 4ンチぐらいなので、えー、平均的なのかなと思います。以上がですね大体の、まあ、オニオンさんの特徴になっています。で、えーまあ、結論から言いますと、えー、丸目型なんですけどこれはさっき 言った通り可愛らしい印象になるのがポイントです。で、えー、眼球自体要はあのー、横幅だったりとかそういう部分はそれほど大きくないんですけど黒目の開きがいいし二重幅も広いのでクリッとした印象になるっていうのが汪ン、えー、さんの特徴になります。はい、で、えー、じゃあ あの美容整形でよくあの人気の方なので、えー、こういう幅広の二重になりたいとか、まあ、オイニョンさんだけじゃなくていろんな方の名前が上が上りますで、えー、埋没法で、えー、っていうプチ整形あるんですけど糸で止めるだけのこのプチ整形で幅広二重って作れるんですかって、えー、そういうことをですね気にされる患者さんも多いんですけどあのまあ えー、結論的に言うと、えー、作れるケースと、まあ、作れないケースがあるとされていまして埋没法で、えーまあ、こういう糸のですねループで止めていくんですけど幅広にしたいいいい場合上の位置ででめないといけなとけんですねで幅を狭くしたい場合は下の位置ででめるることができるどっちが組織が分厚いかっていうとやっぱ上に行くにつれて分厚くなるんですね組織は。 なので、幅広で作ろうとするとこの厚み、えー、厚みが増してしまうなのでもともと厚ぼったいまぶたの方は幅広にすると歯芽っぽいになる失敗があるとこれだけ、まあ、頭に入れておいていただければと思います埋没法ってできて脱脂ぐらい上眼圏脱脂っていう眼下脂肪を取ることぐらいしかセットであのできないので。 糸だけで止めるっていうのはそれなりのリスクがあるっていうのは考えておいてください。であの最後にですねさっき言ったオーニオンさんの蒙古ひだがあるっていう話をしたんですけどその下にですねえっとちょっと写真で見ていただきたいんですけどこういう感じでえー、っとちょっと近づくとですね 目的の幅のちょっと下に見えっぽいラインが見えていると思います。で、こういうのって埋没法の手術でも全切開の手術でも。多々起こります。で、特に毛古ひだが張ってる方の場合。えー、この毛古ひだ。あの位置にですね。えー、見えっぽいラインが。できたりするので。あの、それだけ。こう、シミュレーション、無事を使ったシミュレーションの時に。 あのドクターと確認していただくと良いかと思います。まあ、リスクをですね、完全にこう頭に入れた状態で手術に臨むのが望ましいと思いますので、えー、ま見えになりそうかどうかと、そういう部分も含めて考えてみてください。で具体的なメインのご紹介に関しては下の概要欄からご相談いただけますので、ご希望の場合は送っていただければと思います。今回は目に関しての解説動画でした。ご清聴ありがとうございました。